ご覧いただきありがとうございます。現地6月5日に行われたロサンゼルスドジャース対ピッツバーグパイレーツの一戦。パイレーツの先発は2023年のドラフト全体1位、22歳、ポール・スキーンズ。5月11日にメジャーデビューを果たして以来、ここまで4試合に登板。平均球速99.4マイルのフォーシームと、94.4マイルのスプリッター、シンカー、いわゆるスプリンカー。そしてスライダーをメインに、22イニングスで30奪三振。対戦相手の打率は1割9分5厘。 防御率2.45と期待にたがわるパフォーマンスを見せていますそんな大物ルーキーとドジャース、ビッグ3、ベッツ、大谷、フリーマンの対決、特にエンジェルスファンとして育ち、高校、そして空軍では二刀流、大学 LSU に編入してピッチングに集中するまで、その道を真剣に目指していたこともあり、自身のキャリアにおいて大きなインスピレーションを受けたとする大谷翔平との対戦に注目が集まりました。 しかそのスキーンズ、初回、ドジャース先頭のムーキー・ベッツに対して、101マイルのフォーシームでツーストライク。3球目の100マイルは高めに外れますが、最後は85マイルのスライダーで空振り三振。 そしてついに大谷翔平との初対決初球101マイル2球目100マイルそして101マイル3球連続フォーシームファーストボールで3球連続空振りでの三振圧巻のピッチングで第1ラウンドはスキーンズその後3番のフリーマンは1ストライク3ボールからの101マイルでライトフライに仕留めて三者凡退初回素晴らしい立ち上がりを見せました 試合はパイレーツが2回裏にドジャース先発ジェイムズ・パクストンを攻めて一挙7得点。そして3回裏、大量援護をもらったスキーンズ対大谷。第2ラウンド、ツーアウト、ランナー1塁の場面。初球、フォーシーム100マイル、空振り。これで第1打席から4球連続の100マイル超え、フォーシーム4球連続空振り。2球目、そして3球目はチェンジアップが外れてワンボール、ツーストライク。4球目、フォーシーム99マイル、空振り。 外高めのボール球でしたが、これでツーボール、ツーストライク。5球目、インサイド、100マイル、見送ってボール。さあ、これでフルカウント。6球目、真ん中高め、打ち返してセンターへ。打球速度105.6マイル、飛距離415フィートのツーランホームラン。初回からスイングしたファストボール5球、すべて空振りでしたが、6球目の100マイルは見事に仕留めた大谷。 今シーズンの第15号はデッドセンター。なお、スキンズはこれまでメジャーデビューから2本のホームランを許していましたが、いずれもスライダー。今回、フォーシームファストボールを初めてスタンドへ運ばれました。第2ラウンド、大谷翔平。そして第3ラウンドは5回表、ワンアウトランナー1塁の場面。初球、スライダーをファウル。2球目のチェンジアップが外れて、ワンボールワンストライクとなって3球目、フォーシームをライト前ヒット。真ん中高め。 98.1マイルを捉えて打球速度は107.1マイルでした真っ向勝負のスキンズに対し初回のフォーシーム3球連続空振り三振から見事な対応を見せた大谷翔平両者による見応え満点の3ラウンドでしたなおスキンズはこの後フリーマンを三振に仕留めるもウィル・スミスにはヒットを許しツーアウト満塁とピンチを広げますがテオスカー・ヘルナンデスをサードゴールに打ち取ってスリーアウト そしてこの日の当番はここまで。5回93球、ヒアンダ6、ファーボール1つ、8奪三振、3失点。48球を投じたフォーシームファストボールの平均球速は99.5マイル。最速101.3マイル。100マイル超えは16球。そしてそのフォーシームの1分間あたりの回転数、RPM は平均2332回転。最高が2533回転でした。22歳のドライチ・スキンズ。 100マイル連発でしたが実はこの試合で最速を記録したのはそのスキーンズではなく7回から3番手として登板した36歳のアロルディス・チャップマンこの日は26球を投じ2安打を許して1失点でしたが26球のうち12球が100マイル超えテオスカー・ヘルナンデスに投じた進化は104マイルを記録しましたなおこの日はピンチでテオスカー・ヘルナンデスを三振に仕留めたチャップマンですが 前日にはそのヘルナンデスにセンターへ打たれた際、ホームランを打たれたと思い込み、悔しさのあまり、グラブを叩きつけていましたが、ボールはスタンドへ届かず、センターフライ。ダグアウトに戻った際には、同じくベテラン、37歳のマカッチェンに、その場面を盛大にいじられていました。そんなチャップマン、今シーズンはここまで27試合に登板、21.1イニングスで38奪三振、防御率は4.64と高めですが、 急速の面では健在ぶりを示していますなお試合は10対6でパイレーッスキンズ・ズズそしてスキンズとの対戦を振り返る大谷翔平です まあ最初の打席なんかもあああまりいいスイングだったとは言えなかったので、まあその後打てたのはもちろん良かったですけど、ね。勝った打席、素晴らしいボールと思いますます。スピードよりも、なんかアングルであったりとか、リリースポイントだったりとかっていう方がこう特徴的なのかなとは思ったので、まあそれを頭に入れて、ままずス座をしした。なお、今回のドジャース対パイレーツの3連戦シリーズ、第1戦では、パイレーツの先発、スキーンズと同じく22歳。 今シーズン開幕メジャーロスター入りを果たし、メジャーデビューを果たした2020年のドラフト2巡目、全体44位、ジャレット・ジョーンズが平均98.4マイル、最速101.4マイルのフォーシームファストボールとスライダーを駆使して、6回3安打無失点の後藤。パイレーツが1対0で勝利。第3戦はドジャースが取りましたが、第1戦、第2戦でチームの未来を担うルーキー、ジョーンズ、スキーンズ、両スター,ターが躍動したパイレーツ。 2勝1敗でシリーズを制していますそのパイレーツ、シーズン通算では29勝33敗、ナショナルリーグ中地区最下位ですが、任意化は大混戦です。一方、ドジャスは39勝25敗、ナショナルリーグ西地区首位、現地7日からはここまで45勝19敗で、MLB ベストの成績を誇るヤンキースと、ニューヨーク・ヤンキースタジアムでの3連戦。初戦は山本義信の先発が予定されています。 ご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。じゃんけんぽん。